つける調味料、そして若返る調味料ということでですね、そこで本当にね、使っていただけるのが麹の調味料っていう形になりますので、だから菌の力をね、本当に存分に私たちね、恩恵を受けているから、皆さんの選択ができるというところに、なっております。つける調味料、そして若返る調味料ということでですね、何気なく食べている調味料、この中にはですね、老けていく調味料と若返ることができる調味料があります。なのでぜひぜひね、この調味料をね、見直すということがですね、若返ったりとか、シワがないお肌ができたりとか、毛穴のないお肌が作れたりっていうところにね、なっていくかなと思います。見直すべきは調味料というところになっていくかなと思いますので、ぜひね、最後まで見ていただいて、綺麗になれる調味料をぜひ手に入れていただければと思います。ということで本日のメニューですね、まず1つ目、老化を促進する原因についてお話ししていきます。そして2つ目ですね、老ける調味料ということでやっていきたいと思います。そして3つ目ですね、綺麗に若返っちゃう調味料の方もですね、お届けしていきますので、ぜひ最後まで見ていただいて、若返る調味料いっぱい使っていただいてですね、2024年ね、なんか綺麗になったねって言われるですね、はい、お肌を手に入れていただければと思います。老化を促進する原因についてね、まずお話ししていきます。酸化ですね、そして糖化、そして炎症というこの3つですね。この3つはですね、本当に老化というところもそうなんですけれども、これがきっかけで病気までもね、進んでいきます。やっぱり健康のがあって、さらに美というのがね、ありますので、美しいということは健康のさらに上を行ってるっていうところになるので、皆さんが何を食べるかによってここが変わってきますので、ぜひぜひね、元気になる、美しくなるね、ものを手に入れていただければと思います。まず酸化ですね、体の錆びつきですね。酸素というのはですね、私たちにとってはとても大切なものではありますが、代謝過程に伴ってですね、活性酸素というのがね、出てきてしまいます。で、このですね、活性酸素はですね、 DNA だったりとか、あとはタンパク質、脂質ですね、この細胞成分にですね、損傷を与えるというね、働きがあります。酸化というね、ストレスが起こるとですね、細胞の機能だったりとか、遺伝子の発現にですね、悪影響を与えるというふうに言われてます。細胞死だったりとか、それに伴って炎症反応をですね、起こしていくという原因になっていきます。これがね、組織とか臓器ですね、全てのものをですね、老化をしていくというね、原因になっていきます。体の錆びつきの原因ですね、ストレス、そして紫外線、そして添加物、加工品の摂取になります。この添加物、加工品というのはですね、もちろんね、それがあることで安く食品ができたりとか、いいこともたくさんあるんですけれども、老化というところの原因になっていることは間違いないっていうところなんですよね。量をたくさん摂取してしまうことによって、より老化の原因になっていくというところになるので、どうしてもね、外出したりとか外食っていうところでは、調味料までね、コントロールすることって本当に難しいじゃないですか。私もカフェをやっているので思うんですけれども、本当にいいものを使うと大変なことになりますあの、我がカフェはですね、調味料にこだわっているので大変なことになってるんですけれども、本当にやっぱりね、そこでね、利益を生んでお仕事にしていくっていうのは、もう本当にね、相当なコスト削減をしていかないと本当に難しいことなんだなっていうのを、自分がね、カフェとか飲みをしていると本当に思うので、やっぱりね、外に出て外食をするっていうところはね、そういったものをね、食するっていう機会が多いっていうのは間違いないかなと思いますし、ここはですね、お家の中ではそういった添加物、加工品の摂取とか、そういったものが減らせる、そしてそういうふうに自分のことを大切にしてたり、自分が選んだもので家族が守れたりすることで、ストレスというのがですね、減少するっていうところになっていくかなと思います。そして糖化ですね、体の焦げと言われている糖化です。メカニズムとしてはですね、食事から取った余分なですね、糖質が体内のタンパク質と結びつくということがね、きっかけになって糖化を起こしていくと言われています。細胞などがですね、劣化していくというね、ことになっていきます。糖化が進んでいくと、肌のシワ、シミですね、そしてくすみみたいなものとして現れていきます。それだけではなくてですね、糖化によって作られる成分ですね、糖化最終生成物というふうに呼ばれているものなんですけれども、内臓をはじめとするですね、体内組織に作用してですね、多くの病気の原因になるというふうにも言われています。血糖値がね、長期間にわたって高い状態が続くと、この糖化ですね、これがね、起こしやすくなっていきます。そして糖分、糖質などね、炭水化物などの過剰摂取ですね、こちらが原因でですね、血糖値が上昇してですね、糖化を促進するというふうにも言われています。そしてですね、高温での調理ですね、特に
焼き物とか揚げ物とかですね、こちらもですね糖化反応を同化させる可能性があります。なので麹ご飯とかは焦げとかね焼き目とかがつかない、油で焼くとかではなくって蒸したりとか低温調理したりっていうような調理法というのを帰宅50分片付け簡単麹ご飯は麹おやつは、まあ、お伝えしてます。麹とね相性がいいので低温調理はしかも美味しくなるっていうね。そしてお料理自体も簡単になるんですよね。本当にね麹の調味料ねめちゃくちゃ重宝するかなと思います。最後の原因は炎症になります。ここで言う炎症とはですね慢性炎症のことですね。急性の炎症というのは必要なことなので体にとってね、それ反応してで治っていくっていうところになるかなと思うんですけども、慢性炎症とかはね内臓とかでよく起こるんですけれども、まあ、それがね気づかない状態で長くずっと続いてしまうという状態になっています。でこの炎症はですね組織にですね損傷を起こしていきます。まあ、関節炎とかね動脈硬化みたいなことって聞いたことあると思うんですけど、女性はね40代以降ですね40代後半とかはですね関節炎とかねリウマチとかっていうのもねなりやすいっていうのも言われています。神経変性疾患ですね、アルツハイマーですね、こういったもののリスクも増加させるというのが炎症になります。私たちの体は細胞分裂していきますけれども、そういったプロセスにもですね影響を与えたりとか、細胞が傷ついたりすると修正する修復するというプログラム私たちの体にはあるんですけれども、そういったものに影響を与えて正常な組織機能のですね損失につながっていくということも言われています。こちらの炎症の原因なんですけれども、肥満とか内臓脂肪過多ですね、そして睡眠不足、そしてホルモンバランスの乱れ、そして副腎疲労ですね、で免疫機能の低下だったりとか腸内環境の乱れですね、そして食品添加物の摂取だったりとかトランス脂肪酸マガリンだったりとかショートニングというね摂取ですね、そして歯周病などもこのですね炎症の原因になるというふうに言われています。なのでやっぱりね食べ物というところがこういったね3つの老化の原因になっています。なので皆さんのね調味料を見直すことでですねぜひぜひ若返るということをねしていっていただければと思います。ということで2つ目ですね、老ける調味料についてお話ししていきたいと思います。市販のね調味料皆さんたくさん買われるかなと思うんですよね。まあ、その中でですねやっぱり今回ね出た添加物とかね加工品というのはですね酸化糖化炎症の原因になるというところもね分かっていただけたかなと思うんですけれども、ぜひね調味料はですね裏を見て買ってみてください。スラッシュ以降添加物になります。まあ、よく見るアミノ酸糖というのとか、まあ、そういったものもですね添加物になっていきますので、いろんなものが入ってますね。無添加というものの中にも割と怖いものはね含まれている可能性があります。ブドウ糖化糖液糖とかっていうのは本当にですね病気のリスクを高めるというふうにも言われています。で過剰摂取というのがねあんまり本当に良くないと言われていまして、焼肉のタレとかですね清涼飲料水とかね結構な加工品にほぼ入っていらっしゃいますので、ぜひ裏を見てはヒャオーって思っていただくといいかなと思います。でもねそれねやると本当何を食べればいいんだこにゃろうみたいな気持ちに、ね、なってくるんですよ。そこで本当にね使っていただけるのが麹の調味料という形になりますので、それを入れていただければそれ以上に美味しかったり、それ以上に元気になったり、それ以上に自分がねやった感みたいなのがね出てくることもできていくので、皆さんの選択ができるというところに、ね、なっております。そして若返る調味料の方ですね、無駄なものがね添加されてないものっていうのはねすごい大事かなと思います。ぜひ選び方のポイントはシンプルに、そして調味料の選び方というのはですね、こちらのねべっぴんきんチャンネルのね LINE 公式お友達になっていただくとプレゼントしてるので、ぜひねそちらも参考に聞いてみていただいて、基本のねお醤油とかみりんとかそういった調味料の選び方はですねぜひね LINE 公式お友達になっていただいて、まだゲットしてない方はぜひぜひ聞いてみていただければと思います。発酵っていうのはですね、ね全てね微生物の力をね使って発酵しております。なのでしっかり発酵の期間を経たものというのは麹菌で麹を作り、そしてその麹がですね酵素によって分解されて、そこにいろんな菌たちが入ってきて発酵して、そして美味しくなっているという状態になりますので、発酵の期間を経ると美味しくなるっていうのと保存が効くっていうところですね、そして体にいいものになっていく、いいことがとにかくいっぱいになります。発酵調味料風みたいなものがねたくさんあります。みりん風調味料とかもそうだし、お醤油とかお酒とかいろんなものが入ってるもの入ってないものっていうのがありますので、
入ってないものを選んでください。麹の調味料と一言で言ってもね、市販品もあるし、麹は市販のものを買ってきて塩麹醤油麹は作るっていうこともできるし、この麹の箱で麹を作るところからやるっていうことも、まあいろんな選択肢がありますよね。大変なことは続かないっていうところがありますので、ぜひねできるところからやっていただければと思います。麹をこういうふうにわざわざ作ることをね、私たち教会はね教えてたりとか、わざわざ作ることを皆さんがやるには理由がありますよね。すごく美味しいし、まあ、本当に作ることに癒されるし、作ってる自分のことが好きな人もねいますし、ね、職人さんが作るものみたいなものがですね、お家で自分の手で作れて、ね、しかも黒麹とかは本当に珍しいし、買うこともできないし、売ってないみたいなものをね自分の手で作れるって、なんと幸せなことでしょうっていう感じなんですよね。目に見えない菌たちがね、私たちの体のね腸内の中にも100兆個とか1000兆個とかいるんですよ。その菌たちに生かされてるし、この辺にも菌いっぱいいるし、空気中にも見えないけどいっぱい菌がいる中で私たちは生きています。だから菌の力をね本当に存分に私たちね恩恵を受けているから、そこに対してね感謝して大切にしていくっていうのも大事だし、あの伝統製法で作られたこの調味料たち、そういったことをね続けてくださってる方々の調味料をね選択していくっていうことが先にもつながるし、今の自分の体の老化とかも止めてくれて、綺麗にしてくれて、病気とかもね防いでくれるっていいことしかないよねってね、そしてしかも美味しいんだよっていうことになりますので、ぜひね料理で見た時はね調味料が隠れて見えてないかもしれないけど、それによって体も心も変わっていくっていうところになりますので、ぜひこちらの別品菌チャンネルはですね、本当にいろんなものが載ってます。調味料ですね、まあ、基本の甘酒、塩麹、醤油麹ももちろんあるんですけれども、まあ、玉ねぎ麹だったりだし麹だったりとか、あとは中華麹だったりとか、本当にね簡単にできるものいっぱいあります。でも本当に塩麹にネギ入れとけば美味しくなるし、注ぐだけスープみたいなこともねできますので、そんなような内容もいっぱいこのね別品菌チャンネルでは、はい、ご用意してますので、ぜひそのあたりもね見ていただいてね、ここから始まる年末年始いろんなものを作ってみていただきたいなと思います。年末年始こそね発酵の大チャンスじゃないですか。お家でねいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、ちょっとね起床とかされる方とかはご実家でね一緒になんか作ってみるっていうのもね、もしかしたら楽しいかなと思いますし、ご実家に帰ってお父さんお母さんね何かプレゼントするっていうのもですね、発酵調味料もねぴったりなんじゃないかなと思います。ぜひご家族でたくさん食べていただいてですね、まあ美味しいというふうにね思っていただいて、それが元気につながっていくっていうふうに思っていただけたらすごく嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ自分だけじゃなくて家族も元気になっていくし、ご自身のね年末年始お会いするかもしれないねご両親のためですね、大切なご家族のためにプレゼントとして塩麹、醤油麹今から作って持っていくのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひプレゼントしてみてください。ということで今日もですね、最後まで皆さん見ていただいてありがとうございます。麹はですね、日本の国菌である麹菌からできております。そしてこの麹はですね、日本の調味料ですね、お醤油もお味噌もみりんもお酒もお酢もですね、全部麹からできております。なんですけれどもね、この麹のパワーを使った調味料っていうのはなかなかね、お会いできなくなっているのが実は現実なんですね。もっともっとたくさんの人がこの麹に出会うことでね、もっとたくさんの方が笑顔になってどんどん元気な日本になっていくし、次世代にねもっとね楽しいワクワクする日本を残せるんじゃないかなという思いでですね、こちらの別品菌チャンネルはやらせていただいておりますので、ぜひよかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いできればと思います。グッドボタンチャンネル登録していただくと、たくさんの方に麹の魅力が届いてですね、たくさんの方に笑顔を届けられるかなと思いますので、ぜひご協力をお願いできればと思います。今日も素敵な一日をお過ごしください。そしてまた次の動画でお会いしましょう。またね、素敵な一日を。バイバーイ。ひろみさん質問が来てます。はい。麦塩麹をご飯に入れるタイミングについてですが、うん、はい、夜の21時頃に炊飯器に予約をセットして、うんうんうん、翌朝の6時に炊飯でも大丈夫でしょうか。全然大丈夫です、はい、でその炊き方してる人結構多いですよね。夜ねセットして朝炊けてて朝ごはんって方多いかなと思うので、全く問題ないのでぜひぜひやってください。はい、ありがとうございます。